ナルトまた試験に落ちたな。前回もそうだったじゃないか。どうしてもっとしっかりやらない。他の子たちのように何でできないんだ。里で最強の忍者になってやる。そしたらみんなから認めてもらえるんだ。来ないでよ。 邪魔だ。 俺が火影になったら冷たい目で見られなくなるんだ。邪魔なんだよ。あっち行けってば。邪魔だ。ナルト君、イルカ先生は決して意地悪してるわけじゃないよ。じゃあなんで。イルカ先生は 君に本当の意味で強くなってほしいと思ってるんだよ。お互い親のいない者同士だからね。でも今度こそ卒業したかったんだ。分かったよ。仕方がないな。とっておきの秘密を教えよう。これをやればイルカ先生は君を卒業させてくれるよ。しかも簡単なことなんだ。本当？ああ。 連れ戻すのじゃ。 最初の術はっと多重影分身。
なんだよ、いきなりレベル高そうだぞ。やっちまったか。まだ術1個しか覚えてねえのに。あのさ、これからすっげえ術見せっからさ、それができたら卒業させてくれよな。術見せればいいんだろ。誰がそんなことを。水木先生だってばよ。巻物のこともこの場所も水木先生が。水木が言っただと。そんなはずは。ガキ、ナルト、お前にはまだ無理だ。大丈夫、俺が何とかするってばよ。影分身の術。先生、大丈夫か。ああ、大したもんだ。こいつひょっとすると本当にどのおかげをも。ナルト、ちょっとこっち来い。お前に渡したいもんがある。目を閉じろ。よし、もう目開けていいぞ。